ブの愛です。今日は車サークルのお友達と釣り堀&バーベキューにお出かけしています。でちなみに車サークルのメンバーなんですけど4人で構成されています。1人はね、転勤でちょっと広島にいないので今いませんが、今日はね3人でお出かけです。今運転しているのはルノーのメガヌ乗りのゆうすけくんです。ゆうすけです、よろしくお願いします。ルノーのメガヌ乗ってます、ゆうすけです。で後ろにいるのはタカくんで、スバルのインプレッサ乗ってます。はい、よろしくお願いします。スバルのインプレッサ乗ってます、タカポンです。じゃあこの3人で行ってきます。行きます。ですね、今日はトヨタのライズでお出かけしています。今日の運転は私じゃなくてゆうすけくんにしてもらってるんですけれども、ゆうすけくんはね初めてねライズを運転してみたっていうことで感想をね聞いてみたいと思います。はい、乗った感想どうですか？初めて乗ってすごい、これよく走るし、うん、よく止まるし、うん、でコンパクトなんだけど荷物もたくさん乗るし結構便利、すごい便利な車だと思う。で初速も山道1リッターしかないんだけどすごくよく登るから、うんうん、パワー不足とかそういうのには多分気にならない。ならないよね、うん、コンパクトなちょっと大きめなスポーツカーって感じかな。それがね初めてのねインプレッションです。でどうですか、視界とか良好じゃないですか、ある程度高さがあるから。そうですね、下の方もよく見えるし前もしっかり見えるし、モニター、ディスプレイとかもしっかり大きいんですけども、そこが邪魔にならないぐらいフロントの方が視界しっかり開けてるん で、うん、で視界は本当に良好ですね。あとね結構車両感覚つかむのもさ簡単じゃない、うん、この車。そうですね、最初外から見た時思ったより大きいんかなっていうイメージあったんですけども、うん、乗ればコンパクトな方っていうのがしっかり分かるし、車幅はしっかり分かりますしっていう感じですかね。うん、はい、坂道の登った感じどうですか？そうですね、今日山なんで坂道に登ること多いんですけども、うん、普通1リッターダーボってあんまり登らないイメージなんですけどすごくよく登るんですよね、うん、ちょっとこうアクセルに足ポンと置いたぐらいでしっかり登るんで、うんうん、他の1リッターターボとかと比べても多分すごくよく登るってイメージが乗った人は分かるんじゃないかなって思います。で後部座席の方はどう？後部座席めっちゃ広いですし、うん、足元がすごい広々しとって、うんうん、みんなで旅行に行くにはとってもいい車だと思います。おでこの大体ねライズってヤリスとね比較されることがすごく多いんだけど、うん、私がねヤリスとライズで迷った時にどうしてライズにしたかっていうと、まあ値段のねコスパの方がねライズの方がかなりいいっていうのと、車内がね広いっていうのに魅力を感じてねライズ購入っていう方にね決めました。ヤリスもね、ヤリスクロスとかっていうのは同じ感じの SUV であるんですけど、うん、うちもすごくいい車なんで、うん、ぜひちょっと実証試乗して乗り比べてみてほしいですね、うんうんうん、私たちのさサークルっていうか車サークル結成したのさ何年前？4年前？2019年、自分が19歳の時だったっけ。そう、初めての誕生日で何歳？今何歳？自分が1年の時なんで2年前ですね。年前かレッドメモリーさんのイベントで集まったのが初めて、うん、そうだね。でちなみにね私たちの車サークルの名前ってレッドメモリーにちなんでねえレッド記念日カッコ仮ぐらいでなんかパッとね他のがなくて、うんうん、パッとなくてとりあえずそれでねズルズルやってる。だからねこのねその3人というか4人が知り合ったきっかけがそのレッドメモリーっていうレッドさんの YouTube のイベントよね、いつの間にかこの4人が周りにいたっていうか、ね、その後ちょっと後日談というかそう食べに行ってでちょっとお話しして、うん、じゃあどこか行こうかで初めて香川に行って、うん、その時はエクスワイヤでしたね。エスクワイヤエスクワイヤか、うん、今違えた。いいよ、その
時まだエスクワイヤーでね持ってたからね。エスクワイヤーをこのライズにね下取り出してこれに変えたから。エスクワイヤーでも良かったですね。広いし。で大きすぎずさちょうど良かったよね本当に。長距離運転するにも辛くはなかった。そう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 。ああいうのが一番便利だなっていうのは思います、ね。うちが今はね。先日ねルーミーっていうねトヨタのワンボックスカーっていう、うん、はい、低床 の、 あの5人乗り、うん、あれもねすごいね良かったよ。ルーミーか。そう、何があってもスライドドア。ああ、スライドは便利ですね。もうすごい便利。うちはね若干ねブレーキが甘いっていうのも気になったけど、それ以外はね最新の設備があってこのとこすごい。だってね、あの電動パーキングブレーキついてるし、ホールド機能ついてるんよ、あの価格で。すごくない？いや、いいですね、うん、ホールド機能がついてるけど、本当に渋滞の時ね、本当に楽、うん、だからね、またね、もうちょっとね、したらね、レビューの動画をね、出そうと思うんだけどね、楽しみにしておいてください。楽しみに。え、ちなみにさ、はい、私たちさ、久しぶりに会ったんだけど、いつぶりだったっけ？前のは、山口のだから、そう、山賊。山賊行ったのが最後で、はいはい、冬冬冬ね。そう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 、うん、それね、なかなか会えない。それ以来でちょっと、ね、あのコロナ入っちゃったから。だいたいさ、何もないのは通年っていうか、通年ほどもね、一緒にいないんだけど、まだね、出会って3年ぐらいだから、年に3回ぐらいは会ってたかな。そうね、うん、で、誰かの誕生日の日はご飯食べに行ったりとか、してたかな。で遠出したって言ったら山口のその山賊っていうところと香川県のコンピラさん。コンピラさんでコロナじゃなかったら、あの島根県のあれなんだったっけ、恋愛上手 の、 あ、出雲大社。出雲大社、うん、出雲大社にね、あの3人がね、行こうかって、あの彼氏彼女がいないからね、あのお参りに行こうかなってね言ってたよね。まあ、4人っていうか4人がいないから。結構あれだね、あっという間に着いたね、駅長だから、うん。そうだね、そうっすね。うん、めっちゃ楽しみになる。もう40分ぐらい着かれますちょっとね、私もね、釣り挑戦してみます。よかった。やっと、どうにか一匹。あと2匹欲しいね、3人だから。そう、目標引く。めっちゃ低くなってきてね。もうね、私もね頑張ってるけどね、全然釣れない。息は釣りたい。一匹釣れた、今釣れた気じゃん。もう釣り方すらもう分かんない。もうダメかもしれない。目標はね、塩焼きと唐揚げできるように。私2匹は釣りたかったんだけど、もうダメかもしんない。ちょっとね、もうちょっと頑張ってきます。よし、釣れました。いい釣れた。よー、しっかり食ってんな。うわー、オッケーオッケー。釣れなった。やった。うわ、手が汚ね。
で釣れてないのあと私だけなんだけど、あと一匹釣るよ。あと一匹ね、私の分も釣ってくれ。ちょっと行ってきます。3匹釣れた。タカ君頑張った。実は魚苦手。え、マジで。魚釣りは好きだけど魚触るの苦手です。もうね、私釣れそうにないからね、もうこの子たちに任せた。この子もね、この子、この子、私の竿をね持たせたい。あの、2本釣りにした。お腹すいた。もう12時半だから1時間ぐらい釣って3匹しか釣れてない。見せて。はーい。いいか。いいよ。YouTube 的に一話 NG よ。これで何匹？ 1,2,3,4 匹釣れました。頑張ったよ。超かね、一匹欲しかったです。ちょっとね、男では炭をね、頑張ってやってもらいます。火を起こしてもらってる間に私はねちょっと食材の用意をします。あんまり浮き続けないよ。やり方があるらしいよ。私の方は、ご飯の方のね、焼肉のね、準備をしていきたいと思います。このマシュマロしたいからね、買ってきた。朝ね、頑張ってね、早起きしてスーパーに行ってお肉買ってきました。で、アルミホイルでね、やってみようと思います。結構ね、お肉買った。やっぱりね、釣れなかったことのことをね、考えてね、食材はね、ちょっと多めに買っておきました。ラスト鶏肉。だからね、野菜も切っていき。もう見て、ほら、朝早起きしてさ、ほら、頑張っておにぎり結んだんだけど、けなげじゃない？ほら、ね、わかめのおむすびと、ひむすび。で、米、こうやってご飯がおにぎりがあるっていうのに今からお米を炊きます。生米持ってきた人おるけね、一人誰かいね。誰ですかね。韓国の使い方。一応ね、まな板とか持ってきたけどね、もうワイルドにね、手でちぎっていこうと思う。ワイルドだろ。野菜もね、ちゃんと取らないといけないからね。無理の水道ってどこ。森の水道ってどれ。知らん。ミニエルウォーター出してミニエルウォーターが良かった。そりゃそうだろう。だってここの水道超えぞ。お腹が。じゃあやめてきます。お茶で炊く。お茶。それ炊いたことある。お茶で炊いても別にいいよ。いけるか。だってここら辺の水超えりゃいいじゃろ。え、そこの水はさすがにやるんですけど。そこら辺ってか水道怖い。さっきの水道あれダメなの。怪しいよね。じゃあやめて、キロミルとかって言えない。いや、普通にお茶だけしたらダメなの。ね、自動販売機あるんじゃないの。ないの。ああ。自動販売機。どこにあるんですか。みんな自動販売機ちょっと見てごらん、そこ。見に行ってごらん。よし、これをね、今から頑張る。こっち持ってきてごらん、これ。です。はい。YouTube で反省点言いなさい。水道があると思って入ってない。水道があると思って米とか研いできてなかったです。すいません。前じゃないし、ミネラルウォーター持ってきてないし、だからね、もうあるものでね、どうにかしようと思って、このね、もうお茶で洗ってお茶炊きしてみようと思います。もうね、なんとかやってみよう。やるだけやってみる。言いなさい。大変
変申し訳ございませんでした。そうじゃない。頑張るぞーだろ。やってみようよ。やチャレンジするぞ。おお。何一人やらすん年上に。ねえねえねえ、一皿一皿さ。1950。あの見せてあげてもらっていい？はい。YouTube の皆さんに。画面内側内向きになっていて見せてあげて、はい、そうそうそう、それでもいい、もちもち出来上がりました、塩焼きです。あ、もっとゆっくりゆっくり、見せてゆっくり、もう一回目の前、塩焼きできました、ヤマメの塩焼きです。3皿、あと唐揚げできました。全体いいですよ。こんな感じになってます。あ、やったね、頑張って成果です。4匹分です。とりあえずね、野菜の支度終わりました。今ね、ゆうきくんがね頑張って焼いてくれています。もう長すぎたね、無言会。牛いきましょうか、牛を。牛いきましょう。入ってないよ。入らない。え、回ってますけど大丈夫ですよ。写真バシバシ撮っていいですか、ね、あ、いいですよ。そんな音は広くないです。あ、全然入っても大丈夫ですよ。はい、どうぞどうぞ。じゃあ山面持ちましょうか。あ、そうですね、ちょっと持ってもらって。じゃあはい、大丈夫です。あとはまあ、どうぞ、ご自由に。はい。全部大きくてよかったですね、サイズが。うん。頭かかってよかった。ダブルヒット来たら面白かった。キャベツが炭になった。やばい。炭になった。佐賀くんや。はい。炭追加するです。はい。炭行きます。これはこの後さ、表面に焼けますと。めちゃ目離した隙に野菜突っ込ませた。朝おにぎりしてきたの、焼きおにぎりにします。焼きおにぎり焼けました。でもね、ちょっとね、一口かじってしまった。すごい上手に焼けました。ちょっとね、マシュマロまではね、お腹がいっぱいになってね、たどり着かなかった。あとね、ちょっとご飯はやっぱり残念なことになったけんね、封印して帰ります。雑炊です。夜ご飯は雑炊って言って。釣り頑張ったよね。そうですね、結局4匹釣れてますから。4匹釣れたんだけど、でもね、結局ね、私はね、超過ゼロ。1匹欲しかったですかね。ゆうすけくんが1匹と、ゆうしろうのたかくんが3匹頑張ってくれた。それで
1匹を塩焼きにして残りの3匹をね唐揚げにしました。唐揚げめっちゃ美味しかったです。うん、身がねホクホクだったですね。美味しかったですね棒読みちょっとね、もうね、すでにね、力尽きてるんですよ、3人ともお腹いっぱい でしかもね、結構もう朝もね、私6時から起きてね、自分の、まあ、化粧とか身支度もあるけどおにぎり握ったりとかしてね、おにぎり美味しかったですよ。あ、そう、焼きおにぎりにしてね、美味しかった。もうね、すでにね、今時刻はね、15時3時なんですけど、すでにね、力尽きてますじゃあね、この車サークルでまた時々ね、お出かけするので、また皆さんとお会いできるように、高評価とチャンネル登録で応援お願いいたします。お願いします。バイバーイ。バイバーイ。